Thank you.
ピッチは絶好。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。おっと足がかかった。キーパー正面。10分経過。キラーパスになるのか。主審ファールを取りました。壁の選手がもめて。攻撃を組み立てます。ヘッドでシュート。コーナーキックになります。さあチャンス到来。これは危険だ。おっとここからシュート。ピッチを駆け上がる。ゴール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 。ガンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。いけいけドリブル。大きく前方にクリア。中へ上げた。キャッチされた。ボールが心地よさそうに芝を転がります。入った。ゴール。ブリリアントゴール。同点に追いつかれてしまいました。さあもう一度見てみましょう。この選手のポジショニングは。主審笛を吹いた。前半戦終了です。前半戦、さあ後半戦が始まります。ファーサイドに上げた。さあこのまま攻め上がれるか。
走り込んできた。預けて、チャンスボールになるか。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ここでシュート、コーナーキックです。ゴールマウスに嫌われた。ドリブル、味方を探しますよ。フォローが遅いですね。シュート、コーナーです。これは決めて欲しかった。後半30分経過、体を入れてきます。来た、これはゴールキック。ゴールが惜しい。さあどちらのボールになるのか。シュート、ここで後半終了。同点で延長戦に突入します。いよいよ延長戦に突入しました。キラーパスになるのか。打ってきた、さあどちらのボールになるのか。延長戦が始まって5分が経過しました。シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。選手交代がありました。おっと、早くも延長戦前半終了です。延長戦後半開始の笛が鳴ります。試合開始からすでに115分が経過しました。シュート、ここで延長戦終了の笛です。決着は PK 戦にもつれ込みます。1人目、スタジアム全体からため息が漏れます。1人目、慎重に決めました。1点取り返しました。2人目、スタンドがどよめきます。ワンポイントリードです。2人目、
スしてしまった。3人目確実に入れました。3人目弾かれた。4人目静かにゴールを見据えます。慎重に決めました。 PK 戦を制して勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。ちゃんと狙って打ってほしい。預けて入った。ゴー！ブリリアントゴー！同点弾を許してしまいました。さあもう一度見てみましょう。15分経過。類まれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。合わせた。タッチタイプレー出ています。果敢にスライディング、主審笛を吹いた。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。オフサイドを取りにシュート。これは気をつけないと。放り込んできた。前半残り5分です。パーポスト
さあどちらのボールになるのか。ここで笛です。前半終了。後半戦開始の笛です。キラーパスになるのか。ヘッド。ここでシュート。これはゴールキック。危険なタックル。ここはキーパーがキャッチ。頭でつないで、おっとファールを取られました。ヘッドでつないで、さあこのまま攻め上がれるか。そろそろ危険な時間帯に入りますか。ワンツー、ゴール。なんてアートな。ついにこの土壇場で試合の主導権を握りました。さあもう一度見てみましょう。窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたします。